I appreciate 15色のお宝才能発掘アドバイザー高梨いつきです。この動画では自己紹介をさせていただきます。私が独自のメソッドをどのように確立したのかは、15色全ての才能に強いネガティブを持っていた自分の生い立ち抜きには語れません。半世紀分の体験は長い文章になるので、以下にダイジェストを置かせていただき、少しずつ語らせていただきます。自己紹介のダイジェスト A、 私の夢と目標。1、夢、作家とアイドルと魔法使いになることです。2、目標、メソッドを広め、相互理解を深め、誤解を解いて争いをなくし、愛をルールに生きる家庭、社会、世界を創出することです。 B、 私の生い立ち。1、不登校だった子供時代、社会の枠にはまらない要素が多すぎて叱られ自信を失い、エネルギーもなくした幼少時代。2、美大生からエステティシャンに、泳ぐ水を見つけた魚。3、化粧品屋さんの店員を経て中学の講師に、社会人になって。4、親になって、親になって学んだこと。5、娘からの手紙、娘から送られた愛。 C、私がメソッドを誕生させるまで。1、造形絵画教室、25年間の造形絵画教室経営で私を見守り育ててくれた賢母や生徒さんたちとの交流。2、生徒さんや保護者様の手紙、皆さんから送られた愛。3、子育てメソッドの誕生、フェアリーゴッドマザーアイズメソッド。 D、 今私が発信できること。1、15色の才能、フェアリーゴッドマザーアイズメソッドの内容を分かりやすくお伝えすること。2、25年間の絵画教室の授業内容をオンラインでお伝えすること。3、トライアル&エラーの具体例を実際にしてお見せすること。4、自分自身の15色の才能の実践をして成果をお見せすること。5、個人的にお悩みを聞き、メソッドを用いて解消する方法をお伝えすること。次回の動画に続きます。最後までご視聴いただきありがとうございました。イラスト、絵やナレーション、高梨いつきでお送りしました。じゃあまたね。バイバイ。